どうも皆様こんにちは本日もご視聴ありがとうございますおじチャンネルですご視聴あれなんかおかしい。どうも皆様こんにちは本日、えどうも皆様こんにちはおじチャンネルです本日もご視聴ありがとうございますシートルーダーぞ。<laughs> チャンネル登録者1万人を目指しておりますよろしければチャンネル登録、高評価、低評価、辛辣なご意見、コメント、質問、何でもお待ちしております。ということで今日なんですけれども、私今日でパチンコをやめて、100、 130日目を目指してじゃない130日目を迎えましたおいやいというところなんですけれども、まあ、最近の私のこのパチンコに対する情熱とか何か変わった部分があるかというお話をしたいんですよ130日パチンコをやめて我慢できた私が今思うことパチンコのことを考えていないそのことに気づきましたねどういうことかというと 私この1月に入ってから信頼何が導入されているのかとかそういった情報に全く触れることがありませんでした、まあ、つい先日、まあ、あるパチンコ系の YouTube を見た時に1月に導入されている台が紹介されていたんですけどその時にですねあこんな台導入されてたんだとか、まあ、以前ちょっと気になってるって動画内でもお話ししたことのあるコードギアスがすでに導入されていることをそこで知ったとか。 いやもう最近ねパチンコ情報に対するアンテナっていうのがもうべき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 折れていっててもうない状態になっていたんだなってその時に思ったんですまあ、それは今淡路島に来ていて近くにパチンコ店がないしやっぱり情報に触れる機会っていうのも物理的に少なくなってるっていうのも大きな理由の一つだと思うんですけど、まあ、それにしてもここまでパチンコと無縁の生活が遅れてるっていうのは素晴らしいですよね いや良かったわーでもねこれから奈良に帰ることにもなっていくと思うんですけどそうなった時に、まあね、どうなるかっていうところですよね、まあ、パチンコをする友人とも久々に会ったりする可能性もあるし、まあ、近くに店が何店舗もあったりするのでそういう状況に戻った時に、まあ、リバウンドしないように今から意識を高くパチンコをしないということに情熱を傾けなくてはいけないなというふうに 思っていいますすそういう現状なんですよね今130日目をパチンコやめて迎えられていて本当にストレスがないとは言えませんが <laughs> ないとは言えないんだけど、まあ、そのパチンコをやったことによって自分のことが嫌いになったりとか虚しさを感じたりとかそういった嫌な思いを持つことがなくなったっていうことがとても大きいなと思います。今、まあ、今は今でもちろん仕事場の ね、ストレスとか新たな環境で頑張っている中で問題っていうのはあるんですけれども、まあ、それはねこれから自分が成長できる糧となっていくことだと思うので、まあ、今までパチンコをしていた時のようにお金をバンバン使ってお金がなくて苦しいなって思ったりとかやめられないパチンコをしてしまう自分を呪ったりとか、まあ、そういう感情が今やっぱりなくなってるっていうのはとても 清々しいというか心の平穏を保てているなと思いますまあ、これからもですねこのようにまあ、10日刻みとか何ヶ月が経ちましたっていう刻みでパチンコに関する 配信というか発信はしていきたいなと思ってます。まあこれは一えに私がこれからもパチンコをやめ続けることの糧ともなるし、皆様の中にもパチンコ頑張ってやめている方とか、まあパチンコ以外でもやりたくないことを我慢している人、頑張っている人を応援したい。その気持ちからこれからも配信を続けていきたいと思ってますので、どうか応援 お願いしますちょっとね中身のない内容になってる部分もあるかなと思うんですけどというか繰り返しねやっぱ同じことをずっと言ってるだけの部分もあるんですけど、まあ、やっぱりねパチンコスロットギャンブル自分のやめたいことをやめるっていうのはいろんな方法があるというよりかはやめるやめているそしてこれからもやめ続けるっていうことを自分自身の意識としてしっかり持ち続けることが大事かなと思うので、まあ、繰り返しの配信になる部分はあるんですけれどもご了承いただきたいなと 思っています本当にいつもありがとうございます。ということでまあね緊急事態宣言が出ていたりとか、まあ、生活がどうなっていくんだろうとか先行き不安な部分もあるかと思いますが大丈夫みんな大丈夫だよ心を強く持っていこう問題はあるけど私たち一人一人には全く問題はありませんみんな最高の存在なんでそれを忘れずに今日も笑って生きていこうぜということで今日もご視聴 ありがとうございましたこんな変なテンションの動画にここまでお付き合いくださって本当にありがとうございますということで今日も皆様一日お疲れ様でした明日も良い一日をじゃあねおじちゃんねるでした